河野外務大臣は外務省ロシア課長の懲戒処分の理由がセクハラ行為だったと指摘されていることに、被害者特定につながることはお答えしていないと説明を拒否しました。報道にある通りセクハラということの認識ことでよろしいですか。被害者の特定につながることを含め、被害者が知られたくない情報につながるようなことは一切対外的にお答えをいたしておりません。外務省ロシア課長だった毛利忠厚氏が信頼を損なう行為をしたとして、外務省は停職9ヶ月の懲戒処分としました。河野大臣は処分について過去の事例を踏まえ総合的に検討した結果だと述べるにとどめましたが、関係者によるとセクハラ行為があったということです。また西村官房副長官は、外務省は綱紀粛正の徹底を進めてほしいと述べました。